はい、どうもエンタのゲームインザボックス。今回はここら辺を開封していきます。こちらも発売から結構遅れて開封しています。はい、ということで、今回開封するのはですね、以前紹介しましたスプラトゥーン2のゲームカードフリー版、これの関連商品ですね。ここに実は書いてます。ここに実は書いてますよね。ちょっとズームしてみましょうか。ちょっとズームしてみます。はい、来ました。スプラトゥーン2に対応、スプラトゥーンアミーボ5種類セットということで、アオリオタル、これは前作の、スプラトゥーン版の、アミーボですが、そしてガールですね、インクリングのガール、ネオンピンクで、インクリング、ボーイ、ネオングリーンね、で、あとイカ、ネオンパープルという、この新色ですね。スプラトゥーン2で同時発売になった、新色3色とオリジナルステッカーが3枚3種ついてくるというやつです。このセットがこのでかい箱ですよ。それプラス、もう1個こちらですね。はい、こちら任天堂スイッチプロコントローラースプラトゥーン2エディションということで、こちらも一緒に買っておきましたということで、この2つを開封していきたいと思います。とりあえずはアミーボからいきましょうかね。はい、さあ開けてみましょう。うわ、すごいこんな感じで、まず5体がこう互い違いな感じで入ってます。でここが空白ですね。でステッカーがおそらくこれがステッカーだと思われるものです。はい、ということでアミーボ5体並べてみました。こんな感じです。これはまあ結構前に発売された、去年ぐらいかな、発売されたやつなので、ここの任天堂のところがスイッチの色、赤いこういう色じゃなくなってますね。はい、まあ、こういった違いはありますけれども、こっちが新色3つですね。で、裏面もおそらく違いますね。新と旧で。うん。裏面もこんな感じで、微妙に違います。こっちは Wii U、3DS って書いてますが、こっちは、Switch、3DS って書いてますね。うん。Wii U の表記が消えました。Wii U スプラトゥーンで使うと、特別なライブが開演されますっていう情報が載ってる。で、こっちの方は、スプラトゥーン2でこのアミーボを使うと特別なアイテムをゲット、スペシャルギア、カスタマイズを記録し持ち運べるみたいな話が書いてありますね。微妙に効果が違うという感じでしょうか。じゃあせっかくなんで、とりあえずこのアオリとホタルを開封していきましょう。まあ、スプラトゥーン Wii U のスプラトゥーンの時、一番最後のフェス、アオリ対ホタルというね、アオリ派ホタル派っていうね、謎のっていうか、まあ、ラストにふさわしい、フェスをやりましたが、私としてはホタル派ですね。どちらかというとホタル派、そんな私ですが、とりあえずアオリから開けていきましょうか。楽しみは後に取っておくタイプなんですよ、私はね。誰が興味あんねん、そんな話誰が興味あんねん、それ。まず目につくのはこの飛び散ったインクですね。これがテカテカと綺麗になっております。そして台座にまでしっかりと飛び散っているというイメージですね。はい、で、あおりちゃんのバックショットです。バックショット貴重なバックショット。あおりちゃんのこの髪の毛というか、まあこれをこう、何ですか、リボン結びっぽくしてるっていうね、そういった特徴があったと。バックショットなかなか見れないですからね。塩カラーズのバックショット珍しいです。そして服はこうちょっとテカテカした感じ。で、ピンクのタイツ。で、手をこう垂らす感じですね。はい。いいかよろしくっていう感じです。こんな感じの、アオリちゃん。目はなんかこう、
なんかプラスドライバーでも刺さるんですかっていうようなプラスですね。プラス思考ですから、あおりちゃん非常にプラス思考ですからね、そういった感じになってるんでしょうか。はい、ということで歯は3本、歯は3本でございます。こんな感じでしょうか。頭にはなんかこう桜餅でも巻くんですかっていうような、これ葉っぱっぽいやつになんかこう垂れ下がってますね。イカの刺身みたいなのがね、うん、すごい不謹慎、イカにとってはすごい不謹慎なこと言ってますが、そういった感じのアミーボになっております。ということでアオリちゃんでございました。続いてホタルいきましょう。あ、やっぱりプラスドライバー使えるんですね、うん、使えるっていうか不謹慎やなそれも、なやっぱプラスなんですね、うん、両方プラス思考ということですね。ホタルちゃんの目もプラスになってます。で編み物の方もプラスになってるという感じですね。じゃあ開封してみましょう。はい、ということでホタルのアミーボでございます。白髪ですね、うん、白髪って言ったらいいのかわかんないですけど、白い髪、そしてバックショットでございます。バックショットはこんな感じ。やっぱりリボン結びで、こっちはこうなんでしょう、ポニーテール的な、ポニーではないけどポニーのテールでもないけどちょっとこう横に垂れ流す感じですね。香りとは全然違う感じがしますね。一応両方ともリボン結びではあるけど垂らし方が違います。長さというかね、そういった感じでしょうか。やっぱりこのインクはテカテカして綺麗でいいですね、うん、でタイツ、緑タイツと、このテカテカの服、そしてこう右足だけ曲げるスタイル、あのブレスオブザワイルドのリンクさんの弓を打つ時みたいなスタイルですね、うん、で頭にはこうなんかイカリングっぽいのがついてまして、はい、これが冠のように見えますね、うん、そしてイカよろしくのこの手をこう垂れ下がるやつ、お二人並ぶとこういう感じになると、イカよろしく感が非常によく出ます。2体のアミーボーでございました。これやっぱ並べるといいですね、うん、とりあえず一番人気なさそうなイカさんからいきましょうか一番人気のなさそうなイカさんでございます。パッケージはこんな感じで、実物はこんな感じ、挿絵通りです。イカアミーボネオンパープルという色ですね、配色でございます。ネオンパープル、イカいいね、結構イカいいですよ、このなんかここのマット感でちょっと目ん玉だけこうテカってる感じ、そしてこの垂れ下がるやついいですよ、これ。でやっぱインクだけ、こうテカテカしてるという感じで、この躍動感というか、これはいいですよ、なかなかな感じです。うねる感じですもんね、うん、ここら辺のうねり具合も非常によくできてると思います。ここになんか置きたくなる。じゃあ続いてボーイいきましょうか。ボーイ、ボーイはネオングリーンという色ですね、悪そうな顔してます。そしてアミーボの方もちょっと優しい顔になりましたがね、こっちはすごい悪そうな顔してます。ちょっと優しい顔、そういった違いがありますが、開封してみましょう。髪が結構トロットロですね、髪トロットロですね、うん人間で言ったらあんま良くないことなんでしょう。髪トロットロですよ、このボーイ、うん、そんな髪のトロットロなバックショットでございます。インクは結構満タン状態ですね、うん、こんな感じ。インクもやっぱりテカテカしてます。そして、どこのブランドかわかんないけど靴を履いて、そしてこの T シャツ着ております、感じですね、うん、これはブランドの柄なのか、インクはちょっとここだけ飛び散ってるのかわかんないですけど、こんなワンポイントがついていてっていう感じですかね、はい、でスプラシューターでしょうか、スプラシューターっぽい武器を持ってます。こんな感じ、インクの部分とか結構かっこいいですね、これ、うん、ボム投げれますから、完全に高台に置いたらちょっとこう下を向いてるっていうかね、感じですね。こう来ると非常にいいアングルではあるんですけど、置いた状態だとこうちょっとハスを向くっていうねハスを向いているっていう感じはしますけどね。ベストアングルはちょっとこう斜めった感じ、こう斜めった感じ、このアングルから撮るともうほぼ顔が見えないっていう状態になりますね。
ゃあ最後いきましょう。ガールのガールの、アミーゴですね。ネオンピンク、顔はこんな感じ、悪そうなやつ、実物はこんな感じ、ちょっと優しい、そんな感じになってます。開封してみましょう。はい、イカちゃんでございますね。インクはこうちょっとテカってる感じ、髪の毛もやっぱテカってる感じですね。もうこうちょっとこう、こっちからこう風が吹いたみたいなね、 TM レボリューション的な風が吹いた感じになってると、たなびいてる感じですね。こうやっぱこっちに入ってますね、風がね。インコも満タン状態でボム投げれる状態になってます。はい、で今回、スプラトゥーン2から追加されましたスプラマニューバーであろうものをつけておりますね、二刀流のスプラマニューバーをつけてる感じ。スプラマニューバーの裏側やっぱこんな感じになってるね。インクタンクにこうやってつながってるという感じですから、あまりこう自由効かない感じですよね、きっとね。いやそれはまあ他のシューターはどうやってつながるんでしょうねこれ、スプラシューターってどうやってつないでるんでしょう、こうインクとこうね、インクとここをどうつないでるのかわかんないですけど、スプラマニューの場合に関してはもう完全にこうやってつながってるという感じですね。こうやってやってんの、あんまりだから結構なんか激しくこう動かしてやってる感はありますけど、実際はこうやってつながってるっていう感じですかね。伸縮自体なんでしょう、ここら辺の長さがね、なんかそんな感じがしました。まあ、並べてみるとこんな感じで、なかなか色とりどりな感じですね。葵ちゃんのこのピンクの感じとまたちょっと違う、薄いというか赤いというか、朱色というかそういった感じのガールのカラーですね。で蛍ちゃんのこの色とボーイの色はだいたい同じかな、ちょっと、いや同じかな同じかなっていう感じですね。肉眼で見てもカメラで見てもだいたい同じかなっていうぐらいですね。続いてがこれですね、ステッカー3種類、これがこのセットについてくるステッカー3種類ですね。1つ目のステッカーがこういう塩カラーズのステッカーになってまして、それぞれで外してっていうよりかはこれ1枚になってる感じですね。これ1枚を剥がして貼るステッカーになってるみたいです。そしてもう1枚は細かく切ってあるやつですね、それぞれを引き剥がして、貼れるっていう感じ。何でしょうこれ、 DS をやってますね。 3DS をやる3DS でスプラトゥーン出んのっていう、そんな感じなんでしょうか。でもこれ2015って書いてますね。2015年に、あれでもあれか、アオリとホタルが2015やったかとわかんないですけど、コピーライトは2015になってますね。当時は 3DS で出すつもりだったんでしょうか、よくわかりませんが、塩カラーズがメインの、ステッカー1枚で、さらにこれはスプラトゥーンとしか書いてないですね。スプラトゥーン2ではなさそうな、各ブランドが載っているステッカー、ボーイとか両方ついております。これもコピーライト2015なんで、これはスプラトゥーン1の頃の、ステッカーっていうことですかね。全般的に、そういったステッカー3種がついてきました。スプラトゥーン2用ではないっていうのがちょっと残念ではありますが、こういったステッカーがついてきていたということでございました。はい、そして最後ですね、スプラトゥーングッズ最後は、プロコントローラーでございます。スプラトゥーンエディションのプロコントローラーということで、握るところにそれぞれスプラトゥーンの今回の基本カラーですね、ネオングリーンとネオンパープル、ネオピンクか、保証書は箱についているパターンですね、購入より1年という感じになってますので、箱ごと残しておかないと保証は効かないという感じになってますね。はい、で細かいディテールがここに載ってて、裏側はこういった感じですね。長時間でも持ちやすく、テーブルモード、テレビモードのゲームが快適にプレイできるグリップ型のワイヤレスコントローラーですということが書かれています。この商品を使うときは充電と任天堂スイッチ本体の登録が必要ということで、まあ、登録と、登録方法等々が書かれています。
で説明書は入ってませんので、この箱をよく見るかここの QR コードにアクセスして、サポート情報を読んでくださいよという感じになっております。でプロコントローラー対応のこのマークがついているゲームだけスイッチソフトで遊べると。でバッテリーは約40時間持ちますよという感じです。で接続端子は USB Type C になりますので、今回この中に入っている充電ケーブルでもできるし、あとはスイッチですね、任天堂スイッチの方についている AC アダプター、あっちの方でも充電ができると。で USB Type C to A のケーブルなので、こう入っているのは、なので任天堂スイッチについているドックの方の、USB 端子に挿して、こっちの充電もできるという感じになっております。じゃあ開けてみましょう。入っているもので言うと、これがさっきのやつですね。USB A と USB Type C をつなぐケーブルでございます。これで充電できるというやつですね。ということで開けますと、もうシースルーで見えてますもんね。色こんな感じになってるということでございますね。はい。Nintendo Switch と書かれて、インクがいろいろ垂れてる感じ。うん。でこのブランド名ですね。こういったものも入ってるという感じで、完全な、スプラトゥーン2用にこうちょっと微妙にデザインされてますね。はい。でここに、プレイナンバーが乗ると、1プレイヤー2プレイヤーっていう感じのライトがつくところがあってっていう感じですね。はい。なんかこのスティックのここの部分を透かしてよく見ると、なんちゃらかんちゃらって書いてるみたいなね、隠しメッセージが書いてあるみたいな話は聞いておりますが、まああるんでしょうか、よくわかりませんここ、はい、まあ買ってみてください、はい、言わない、見せないという配慮、はい、裏側にもこうブランドのロゴやら入ってますね、うん、まあこういった感じのディテールになってると。で上面に、これがシンクロスイッチかな、よくわかんないですけど、シンクロスイッチと、でここは充電ポート、ここは何な、充電してる時に赤くつくやつかなっていう感じになってます。はい。でここが LR、ZL、ZR、LR ボタンです。押し心地で言うと柔らかめになってますね。柔らかい感じ。で、あのプレステ4みたいにトリガーにはなって、トリガーというか、あの、何ですか、こう、押し込みみたいな要素はない。押したらオン、離したらオフっていう感じですね。ゆっくりオン、オフじゃないっていう感じですかね。はい。で、こう、今持ってみましたが、結構こう、包み込めるタイプですね。うん。なので、結構手にフィットする人はフィットするんじゃないでしょうか。うん。まあ、僕としても、いい感じで、フィットしてる感じはします。持ちやすいですね。まあ、ジョイコンのあの、感じ、ジョイコンをコントローラーにしたあの感じ、このグリップ感、まあこの充電グリップじゃないわ、ジョイコングリップのこの質感とまた違う感じはします。僕は別にこれね、別にとりわけ持ちづらいってわけじゃないとないと思ってるんです。ミスターシフティっていうねゲームをこれでやりました。このジョイコンのグリップをつけてこれでやったんですが、まあこれでも別に特に問題はないじゃないんだけど、うん、持ちにくいってこともないし、このボタン押しづらいってわけでもないので、僕はまあ別にこれでいいんだけど、ただスティックがね、やっぱ問題だったんですね。ジョイコンのやっぱこの小ささ、この小ささに合わせてのスティックなので、ちょっとこう倒しが浅いというかね、まあなんかそういった難点があったので、そこだけ不満ではありました。まあプロコンだとね、普通のコントローラー風で、倒せるとこまで倒せるので、倒しの幅が違うので、ね、このジョイコンとは、もうここでここでつって伝わらなくても、こんだけしか動かない、ここまでしか倒しきれないのに対して、うん、ここまで倒せますからね。うん、だからプレイ感覚はまた違う感じになるといった点で、持ちやすい上にこのグリップ感が楽しめると
いうことですね。ちょっと柔らかいっちゃ柔らかい感じはしますが、どうでしょうね、ゲームパッド、Wii U ゲームパッドよりかはちょっと硬い感じはしますかね。Wii U ゲームパッドは柔らかすぎる感じがするんですよね、僕になって。Wii U プロコントローラーも柔らかすぎるんですよ、スティックがね。なんで微調節が非常に難しかったんですけれども、これもそれにちょっと近いけど、まだちょっと固めな感じがします。ボタンも大きめ。ジョイコンに比べても圧倒的にボタンは大きいです。なので、押しやすいと思います。プラスマイナスボタンがここについていて、ここはキャプチャーボタンですね。そしてこれがホームボタン。別に間違って押すってことはなさそうな気はします。間違ってここにホームを押すみたいな、そういったことはあんまないかなという感じですね。まあここがね、このトゥルトゥルしてるから汚れが目立つんですね。そういった点ではこれもうすでに汚れてる感があるスイッチのこれは非常に、汚れても目立たない感じがしますね。でここのグリップのとこ言い忘れたけど、ここちょっとマット加工になってるので、ここはツルツルなんですけど、ここはマット加工になってるので、マット加工というか、ここもマット加工っちゃマット加工なんだけど、こことまた違う加工がされてる感じです。マットが粗めというか、こうちょっとこれ伝わるかな、肉眼で見るとね、こうなんかちょぼちょぼがついてる。あー、いけるいけるこういうちょぼちょぼ、粗めのちょぼちょぼもついてるので、そこでこうグリップ感が増してるんですね。でバッテリーのランプはここにあるので、それは見やすいんですが、スイッチプロコントローラーここですからね。やっぱスティックはね一緒か変わんないかいやでもちょっとこの、ちょっと違うかな、倒し込みが増えた感じはします。こっちは思ったより倒れないなと思いました。こっちの方がやっぱなんか倒してる感がありますね。であとここの指のところの形状が微妙に違うので、こっちがこうへこんでるんでね、ここはちょっとへこんでいるの で十字キーの押し具合、この Wii U のプロコントローラーの十字キーがね、結構斜め入力が勝手に効いちゃう時があったので、ちょっとは改良されてるのかな、なんかちょっと質感が違う気がする。スティックの位置がここからここに、ボタンの位置がこっちにっていう移動がありますけれども、やっぱりねこの Y ボタン、 Y と X ボタンの近くにスタートがあるっていうので、押し間違いは多少ありましたので、そこはちょっと改良されてるのかなと思います。やっぱこう持ってたらここに自然に位置きますから、ここにスティックがある方がいいのか、ボタンがある方がいいのかっていうところですね。これもこうやって持ってみると、スティックの方に自然に位置が来るから、そこからボタンを押しに行くのがやりやすいかやりにくいかっていうところですね。使って慣れろっていう感じですか僕の考えとしては使って慣れましょうっていう感じですかね。プロコントローラーではあとは、LR ボタン、ZL、ZR、ZL、ZR がちょっと縦に長めになってて、こうちょっとトリガーっぽくなってる。こっちはもう全体がボタンになってるので、よりトリガー感があるかな。そんな感じ。じゃあ USB Type-C でちょっとつないでみましょうか。つなぐとやっぱりここの充電の LED がつきますね。こんな感じでランプがつきますんで、充電されてるかどうかは分かりやすいですね。これで押すと光らないシンクロボタンを押しても光らない。長押したら光りました。こんな感じになってました。ということで今回はスプラトゥーン2の関連商品の紹介ということで、アミーボ、個体がついてくるセットをご紹介しました。値段もプロ仕様ですよ。結構高いので、買うかどうか悩まれている方はいると思いますが、こういった感じの仕様になっているという話をいたしました。ということでスプラトゥーン2セットのご紹介でございました。また
別の動画でお会いいたしましょう。エンタのゲーミングザボックス、ご視聴ありがとうございました。